こんにちは、勝則です。昨日白ザリガニ1匹が10日間で、3度脱皮したという、報告をさせていただきました。その時に明日、つまり今日ですね、今日残り2匹が同じように10日で3度目の脱皮をするかもしれないという予測をさせていただきました。それが現実となりました。朝確認したんですが、ちょっと忙しくて、仕事で忙しくて、動画を撮ることができませんでした。見えると思いますが、脱皮殻の、口角の部分が残っていると思います。で、これが昨日脱皮した子です。今ポンポンと飛び上がりましたね。この子が昨日脱皮した子です。大きくなりました。飼った時の5倍ぐらいになっていると思います。で、今日脱皮した子は、この奥わかりますかね。水槽の奥の方に、ネットに捕まってます。アナカリスの奥ですね。ネットに捕まってます。この子もこの脱皮で大きくなりました。すごく大きくなりました。そうですね、この子も5倍ぐらいになってます。で、もう1匹ですね、もう1匹の子もこの子と同じようにずっと同じ日に脱皮してたんですよ。あ、降りてきましたね。今言った昨日脱皮した、お、手前に来ましたね。この子です。この子が、1日遅れで10日で3回脱皮した子です。まあ、脱皮するかもと昨日の時点で言ってたので、それ自体は驚かないんですが、大きさですね、すごく大きくなってると思います。このまま大きくなってくれれば言うことないですね。どん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 大きくなってほしいです。気にしてたのは共食いですね。脱皮直後は弱ってるので体が柔らかいですし、共食いが心配でちょっと多めに餌を掘り込んでたんですが、朝の段階で、水が汚くなってる。見た目は大丈夫ですね。匂いも大丈夫です。で、もう一匹、朝の時点で脱皮してませんでした。見えますかね、ペットボトルの奥。すごく大きくなってます。で、もしかしたら右手が少し復活してるのかな？小さい右手ができてるのかな？それともできてないのかな？もう老眼でね、見にくいんですよ。わかんないですよ。なくした右手は復活してないかもしれません。もしかしたら、近親交配のために、奇形の子なのかもしれない。さくらザリガニ研究所っていうところ の記事を見てると、近親交配が、きつくなってくると、風船みたいに弾けて、亡くなっちゃうとかね、ひどい奇形になるっていう話があるので、もしかしたら、商業用のこの子たちは、近親交配が激しくて、片手がどうしてもなくなるのかもしれません。今映ってるペットボトルの姿の奥に、脱皮殻が残ってますね。これを食べ終わるまでは、エッサーは与えないでおきましょう。徐々に大きくなって危険性を感じてくれたのか、自然と今60センチ水槽を3つに分けているところにそれぞれ分かれて住んでくれるようになりました。この調子で、分かれて住んでくれればいいですね。ちょっと時間差はありますが、今日購入した白ザリガニのうち2匹が、脱皮しました。これで、10日間で3回脱皮したことになります。次の脱皮が2日3
日、5日でしたから、5日以後、以降ですよね、7日間以上はかかるですよね。7日か10日で脱皮してくれて、また大きくなってくれたら嬉しいですね。早く一人前になって交尾ができるようになってくれたら何よりだと正直思っています。ただこの今映っている子に関してはやっぱり片手がない状態での交尾は厳しいと思うので、早く片手が復活してくれる、近親交配による奇形でないことを心から祈っています。さて他のザアリガニのご報告ですね。この水槽の反対側にある水槽、交尾をさせたいと願っていたハツちゃんは天井に逆向きに張り付いています、あくまでも伊勢くんを拒否している形ですね。とっても拒否しています。そうですよね、最初にいつでもどうぞっていう体制取ったのに根性なしがいかなかったんで、もう見限られてるのかもしれません。ただおそらくこのハツちゃんの子供であろう子が、僕が白、乙姫で育てて白くした子なんで、これも近親交配になるので、この子以外にちょっと、交配させにくいんですね。大きさ的にも体格的にもさせにくい。でしばらく経って、産卵、放卵の兆しがなければ、あの日曜日に取ってきた藤井寺から取ってきた子を交配相手に選ぼうと思います。クインジャ、出雲のごとく天の岩戸にこもっております。全然出てきません。引きこもりです。キング君、昼の間はこの、お気に入りの陶器製のマグカップの中でこもっております。で、次がカミュー君、こちらにお尻を向けています。で、餌は食べてるのかな。やりすぎるとね、水質が悪くなるんですが、ちょっと上げておきましょう。で、もう一匹が愛しいというか可愛らしいというかセイラちゃんですね。セイラちゃんは餌くれポーズなのかな。一応ね、水槽の底にはね残ってるんですよ、乙姫が。ただまあ、ザリガニパンチさんの話ではふやけた人工餌は食べないという話もあるので、ちょっとで餌を食べてる姿を見るのが好きなんですよね。この子たちが食事してる風景を見るのが好きなので、ちょっと餌を入れてみます。あーっとキャッチできない、キャッチできない。ここだよ、下下下。気づいたようですね、下に。あのでもね、目が見えないのか分かりませんが、すごく別なところを探しますね。ダメですね、この子。よく分からんみたいですね、餌の場。あ、足に触れて分かった。あ、でもどっか行っちゃう。いけませんね、おろか。あ、やっと見つけるか。これでも分かんないですね。でも砂利と区別がつかないんですかね。たまには別の餌、青ザリン Z をあげたい気もするんですが、この子たちに関しては乙姫と卵の殻で体調の変化を見たかったんですが、がよくよく考えると妊娠してる可能性もあるんですね。妊娠してる場合はもっとこう健康的に餌を変えてあげた方がええかもしれませんね。
この子たちに関しては、明日というか今日の夕方以降、夜以降ですね、アオザリン Z もあげることにします。その方が子供たちが健康に生まれるかもしれませんね。はい、次が手前にいるというか、オスですね。オスの、乙姫で大きくなった子たちです。食べ方が汚くて、ソイルにすごく乙姫の残骸が散らばっています。なので餌はあげません。きれいに残骸を食べてくれるまではちょっと断食させます。で、もう一匹ですね。この子、同じくオスの子ですね。オスの子。この子も乙姫で育ててる子です。おそらくはハズちゃんの息子ではないかと。初めて捕獲した八尾の田んぼの水路で、幼体かな、成体かなって迷うぐらいの大きさのハツちゃんと、で、花クソぐらいのチザリがいっぱいいてましたから、もしかしたら親子かもしれないということで、繁殖を気をつけたいと思っている子です。で、日曜日、昨日、捕獲したザリガニと、で、ずっといる子ですね。ずっといる子なんですが、この子もオスです。大きくなったでしょう。ひょう脱皮してるんですよ。だから、今日、朝1匹脱皮して、お昼にこの子とさっき紹介した白ザリガニの2匹が脱皮してます。綺麗でしょう。脱皮直後やから特に透明感があるんですけど、なんとも言えない美しさがあると思いませんか？大好きですね、この色。白い透明感のある白に少し青が乗ってる感じです。で、透き通ってるせいもあるんですが、脳が見えますね。で、ドクドクドクとこう心臓を打ってるのが分かりますかね。すっごく綺麗で、なんとも言えない本当に美しい子ですね。で、この大きさの子やと体が固まるまで3日ぐらいかかると思うので、本来ね、色を完全に変えたければ、脱皮殻を回収する方がいいんですね。この子の場合、特にその透明感、白を強調したければ、脱皮殻を回収して、アオザリン Z の影響をこうなくした方がええと思うんですけど、この子らに関してはもう健康でいてほしいっていうのもあって、で、別にその乙姫とアオザリン Z だけでも健康になるというのはもう分かったのでね、大丈夫やというのが分かったので、このまま育てていきたいと思います。脱皮殻を回収せず、この奥にある脱皮殻を回収せずに食べさせていくということにします。で、餌を投入します。これはこの水槽が底面上部併用ろ過なので、底面ろ過ですね。底面ろ過装置にポンプを引っ掛けて、で、上部ろ過をしています。だから、ろ過能力に関してはすごく強いと自負していますので、このままやっていきたいと思います。で、ここに昨日捕まえたアメリカザリガニのメスを入れています。だから、1匹増やしたんですね。わかるかな？見えるかな？奥の方に隠れてます。まだ警戒心が強いですね。で、この子はね、メスだと思うんですよ。で、無理やり交尾させようという気はないんです。サイズがかなりちっちゃいんです。合わないぐらいね。だから、一応このろ過能力がどれだけあるのかも見たいという意味もあって、交尾を期待しない形で、隣の
部屋に1匹入れてます。で、同じく底面上風呂下の水槽を作ってます。ここには全然あのパイロットザリガニを入れてなかったんですね。ここの底面ろ過から立ち上げてポンプをつけて上部ろ過につけてます。だから底面上部ろ過の水槽が2つありますね、今のところ僕のところには。で、こいつに関して言えばですね、弱ってる、昨日日曜日取ったザリガニ2匹のうち1匹死にかけてるかなと思う子を入れてます。で、餌も入れてるんですが一向に食べてないですね。これで復活してくれたらなーっていうのがね、正直なとこです。復活してほしいと心から願っている子ですね。なんともね、言えないんですがね、元気になってほしいと思っています。で、そうですね、この子はね、オスでした。で、すごく簡単に捕まえられるぐらい弱ってました。だから、心配ですね。だから、藤井寺で捕まえた、血統的に離れていると思われる3つ目の血統なんで、白ザリガニちゃんが大きくなるまで、雌雄が判断できるようになるまで、元気でいてほしいと心から願っています。以上で今日の報告は終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。